車椅子ドラマー高則。皆さんこんばんにちは、車椅子ドラマーの高則です。ですね、ここ最近ですね、ハイガットずっと踏めない問題っていうのがありましてですね、これはもう左、僕の左足がどうかしちゃったのか、神経の問題なのかね、それともこれは梅雨でね、ちょっと足がやられてて梅雨明けたらね治るんじゃないかなってずっと思ってたんですけども、なんてこともなかったんで、あのハイガットスタンド壊れてましたっていうのも、ね、本当にもう手の力を使ってペダルをうわって踏みつけてもねルーズだったんです。ずっとねこれ故障じゃんって思ってですね、まあこのスタンド自体ねもうこれ25年ぐらい使ってたんで、まあそれはね行っちゃいますよねっていうところでですね、本日ね超某有名、全国にもね、はい、店舗を構えるですねお店に行ってきました。はい、ここでねハヤットスタンド売ってました。で今日は買ってきましたんで、でね今回セットに早速つけてみました。これでねちゃんとハヤットがちゃんと閉じるのかちゃんと踏めるのかってことで試してみようと思います。はい、というわけでね、ハイハットがね閉じたい時にパツって閉じるっていうこういう当たり前のことがものすごく幸せです。何でもなかったんですね、足とか梅雨とか全然関係ねえっていう、ハイハットがスタンドがね壊れてたっていう問題でしたね。これからねまたこうハットも使ってねちゃんとこう幅がね、いつもライドばっかりずっとねなんだかんだ叩いてたんで、ハットも使いつつですねこれからもまたいろいろやっていこうと思っております。はい、というわけでですね、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマー高則でした。おいじゃん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。